ルネサンス、アクトレイザーやないかい。アクトレイザーのリメイク、アクトレイザールネサンス、今回も紹介していきます。このリメイク発表、すごい大反響だったよな。はい。動画へのアクセスも多くて驚きました。それで今回は、前回紹介しきれなかったことを紹介していきますね。よろしく。まず雷を落としたり、雨を降らせたりする奇跡のことなんですが、レベルがあることに後から気づきました。レベル？オリジナル版では奇跡にレベルはなかったのですが、リメイク版では、各奇跡にレベル1からレベル3まで用意されています。レベルが高い奇跡は、効果が広範囲になります。ほうほう。今はレベル1を選択しています。サンダー。ひでえ？レベル1がオリジナル版と一緒の大きさですね。次はレベル2の大きさを見てみましょう。これがレベル2です。ほんとだ、広くなってる。そしてこれがレベル3です。消費 SP もレベルが上がれば増えますね。なるほど。ギガデイン。うわぁ、街が丸焦げだ。ひどい神様だな。このゲームの神様は、創造神でもあり、破壊神でもありますよ。え、どうして？古い建物は破壊していかないと。それ以上街の人口が増えていかないんです。ああ、そんなシステムだったか。文明レベルが上がると、古い建物や畑は破壊していくのが良いですね。なるほど。想像の前に破壊あり、か。そして画面上部の砂時計の砂が落ちると、人がいっぱい出てきた。王災件が始まった。このように現代の文明の建物に置き換わります。建物が光り出したぜ。建築が終わると光りますね。へえ。そして右上のステータスを見ると、最大人口が破壊する前より増えています。破壊前は202人だったんですが、今は262人になってますね。そんなに増えたのか。次はこの天使についてです。ああ、めちゃ可愛い天使ちゃんだな。最高の笑顔だ。この天使の言動を見ていきましょう。まずはこちら。よしよし。これでまた一つ、僕の仕事が減るわけですね。僕って言ってるんだよな。次はこちら。神の使いであるこの僕に、そう軽々しく話しかけないでくれます？こういう表情も可愛いな。次はこちら。まったく、仕方ないですね。特別に教えてあげましょう。こんなポーズもするのか。いくらなんでも買いかぶりすぎですね。たかが人間なんですから。たかが人間か。フィロトス、この間のお前の振る舞いは何ですか？お前って言ってるな。そういうこと。だからお前みたいなちっぽけな英雄は、おとなしく留守番しているんですね。天使ちゃん。口悪。はい。このように天使は結構口が悪いですね。でも主人公に対しては、ハルポップ様、失っていたかつての力を取り戻しましたね。このように丁寧に喋ります。慕ってくれてると思いたい。ちなみにこれがスーファミ版の頃の天使です。ちっちゃ。神様に対しては言葉遣いは丁寧ですね。そして他のものと喋ることは確かなかったです。リメイク版であんなに喋るようになったんだな。英雄と喋ることになりましたからね。裏技について、スーファミ版であった裏技も一部使えるようになっています。どんなのだ？奇跡を使ってこの魔物の巣に雨を降らすと、どうなった？モンスターの出現ペースが速くなるんです。そうなのか。大物出てきた。でもこれは何かメリットあるのか？モンスターを倒すと SP が回復するので、SP を早く回復させたい時に使える技ですね。なるほどねー。そして同様に太陽の布石を使うと、今度は魔物の出る速度が下がります。へえ、雨と逆なのね。これらはスーファミ版でもあった技ですね。でもなくなった裏技もあります。例えばこのブラッドプールの湖に雨を降らすと、スーファミ版ではイベントが起きたのですが、リメイク版では何も起こりません。そうなのか。残しておいて欲しかったな。スーファミ版で雨を降らしてみますね。うん。
このように隠しイベントが発生します。本当だ。宝石が見つかります。宝石って何だった？命の源と言って、アクションモード時の残機数のストックが一つ増えるものですね。ほうほう。今回はそのアイテムないのか？リメイク版では、アクションパートの仕様が大幅に変わったので、命の源や、魔法の源はなくなりました。残機数は難易度変更で変わりますしね。そうか。でも魔法の源に関しては、アクションパートで魔法の巻物のようなものが代わりにあります。後のアクションパートで紹介します。オッケー。街を発展させる方向について、街を発展させる方向は、スーファミ版と違って、前回終了した位置は関係なくなりました。ここを視点にしてみます。このように開拓した地域からなら、どこからでも方向を設定することができます。へえ、手間が減ったのか。道が伸びてきた。ちなみにこの道、あまり十字路を作ってしまうと、タワーディフェンスパートでも影響が出ます。え、そうなのか？歩行タイプの魔物は、道の上を歩いてきますからね。そんな罠が。この右下の魔物は歩行タイプなんですが、道の上を歩いてきています。ほんとだ。ただ私は最終的には全ての十字路を作りましたけどね。作りたくなるよな。BGM 音源選択について、BGM はリメイク音源とクラシック音源の切り替えができますが、今流れているような新曲に関しても、このようにクラシック音源が用意されています。おお、それは素晴らしい。初めて聞くけど懐かしく感じるね。各エリアにいる英雄は、タワーディフェンスパートで使うことができます。またストーリーを進めると、他のエリアの英雄を召喚できるようになります。ほうほう。今、ビルモアの英雄ヒロトスを召喚しました。英雄ごとに攻撃範囲や攻撃速度の特性があるので、いろいろ使い分けできますね。へえ、結構本格的だな。クリエーションパートでは、このタワーディフェンスパートも結構大きな要素を占めますね。苦手な方は、難易度をイージーにしたら良いかと思われます。そうか。でもこの要素だけで一本のゲームにもできそうだな。個人的にはとても面白かったですね。この後ブラッドプールの英雄のイラストをお見せしますが、まだ見たくない方はチャプターを飛ばしてください。ブラッドプールの英雄はこのダニエラという子です。わあ、めちゃ可愛いな。はい。天使といい、イラストはとても可愛いですね。ちなみにこのダニエラがマリサに似てるとのコメントをいただきました。え、私が？ちょっと本来の姿を見せてください。変身。こうか。それそれ。帽子にリボンが共通してますね。服装もそれっぽいです。自分の姿を忘れていたよ。次はアクションパートで分かったことを挙げていきます。うん。まずここに取った巻物、スクロールの数が記録されています。スクロールって何？ステージに隠されている最大 MP を上げるアイテムですね。へえ。これが魔法の源のようなものか。そうですね。そしてアクションの方法ですが、剣を連続で振ると最大3回攻撃ができます。ふむふむ。また歩きながらだと3回目に切り抜けます。その間は無敵ですね。へえ、これが切り抜けか。はい。ところでさっき取った青い宝石は何？あれは魔力結晶といって、取ると左上の魔力結晶ゲージが増加します。今ピンクの矢印を出したところですね。うん。一定数取ると、能力が5段階にパワーアップします。攻撃力アップと、魔法攻撃力アップですね。5段階目には攻撃力 100% アップ、魔法攻撃力 100% アップ、そして死亡時に1回復活できるようになります。復活はいいな。あ、今1段階目の攻撃力 20% アップになりましたね。アイコンでも確認できます。
左上のやつか。あとはバックステップもできます。この間も無敵ですね。無敵なのか。そして上を押しながら攻撃で切り上げ攻撃。ジャンプ中に下を押しながら攻撃で叩き斬りです。優勝戦という推薦だな。そして下を押さずに剣を振るのがジャンプ斬りですね。前回動画では叩き斬りのことをジャンプ斬りと言ってしまいました。わびーしはよ。最初のボスをちょっと見てみます。この登場シーンと名前の紹介あるのかっこいいよな。そうですね。そして簡単に使えるテクニックがこのしゃがみです。しゃがむとどうなるんだ？このようにダメージを軽減することができます。並走なのか、ガードのようなものなんだな。そうですね。行動パターンがわからない初見の魔物相手にも使えますね。なるほど。アクションパターンの紹介は以上にしますね。あと一つ、スーファミ版と違って個人的に気になったところがあります。なんだ？スーファミ版だと、ジャンプしても上下の画面スクロールはそんなにしないですよね？ああ、今ジャンプしても画面は固定だったな。こんな感じです。うん。でもリメイク版では、ジャンプするたび、画面が上下に動くんです。それが個人的にですが少し酔いましたね。そうなのか。ゲーム酔いしやすいプレイヤーの皆さんは気をつけてください。休憩しながらがいいかもな。霊夢は休憩しながらやったのか？ぶっ続けでやってもうクリアしました。おい。あと最初に言ってたスクロールはこちらです。これか。はい。探さないと見つからないところにあったりするので、スクロール集めがやり込み要素になりそうですね。なるほど。あと難易度ですが、ノーマルだと原作に比べて簡単でした。ハードはまだやっていないですが、針に当たっても一撃死ということはなかったですね。そうか。それからステージにカウントダウンはなくなりましたが、魔物の巣にはカウントダウンがありました。時間内に魔物の発言機を倒す必要がありますね。そういう違いがあるんだな。伏線三剣流。優勝戦。優勝推薦。レイザールネサンスの価格。価格は、任天堂スイッチ、プレイステーション4、スチームが3520円税込み、アップストア、Google プレイが2440円税込みです。スマホ版の方が安いんだな。そうですね。この映像はどのバージョンなんだ？これはスチーム版ですね。なおいずれもダウンロード専用です。パッケージ版はないのでご注意ください。よ。それから早期購入特典も用意されています。壁紙や MP3 データがありますね。詳しくは概要欄に書いておきます。霊夢は栄養担当なのか？いいえ、しがない一 YouTuber です。じゃあ終わりましょう。おつおつ。動画が良かったら高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。